とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。各弓での理想エンチャントを教えてくださいということですね。ありがとうございます。今日は弓の理想エンチャントはこれだっていうことをやっていきたいと思います。では、行きましょう。それではまずは羽でぴょんぴょんしながら戦うときに必須のクールダウン弓、これを紹介します。まずクールダウンの弓はショート棒系が合いますね。愛のスペル棒や機械仕掛けのショート棒、もしくはパープルストームですね。その3つが、使いやすいと思います。理想エンチャントがクールダウンショット、バーストボーストリング、アーティファクトチャージかロールチャージ、どちらかですね。この3つが必須かと思います。ただしクールダウンが3以上ついてる防具、クールダウンが3つもしくは4つついてる防具であればアーティファクトチャージやロールチャージは必要ないと思います。十分回復しますもんね。まあ、とりあえず普通のクールダウンであればクールダウンショットとバーストボーストリング、そしてアーティファクトチャージ、ロールチャージ、この3つは、セットです。必須です。プラスで、もう一枠を無限、虚無、弱体化、その3つのどれかにするといいと思います。まあ無難なのは無限かな。無限だったらば矢を増殖する手間が、ほぼないと思いますので、無限が無難。まあ、もしくは、虚無や弱体化を入れてデバフを振りまきながら行くっていうのもいいですね。まあ、とにかくクールダウンショットとバーストボーストリング、そしてアーティファクトチャージかロールチャージ、この3つは、必ずつけるようにしてください。残りは無限、虚無、弱体化のどれかですね。それでは次はこれいきます。防眼系ですね。防眼系は火力防眼とデバフ防眼があると思います。まず火力防眼なんですけども、4つ大体決まってると思います。マルチショット、長弾、連鎖反応、虚無、この4つで間違いないと思います。火力もそこそこ出ますし、矢筒との相性もいいので火力はこれで間違いないですね。でデバフ系の防眼なんですけども、これもまあ大体理想系は4つと決まってます。マルチショット、長弾、そして虚無と弱体化ですね。まあ、広範囲に虚無と弱体化を振りまいて、で近接で倒していくというタイプですね。まあ、長弾を連鎖反応でもいいかもしれません。まあ、俺は、パーセンテージが高い長弾の方を使ってますけども、こんな感じですね。それでは次は花火や稲妻の矢筒を使う弓になります。理想エンチャントはクールダウンショット、バーストボーストリング、まあこれは必須ですよね。でアーティファクトチャージとロールチャージ、これがね、快適さを求めたいならば入れるといいと思います。まあそれプラスマルチショットですね。で快適さを求めず火力を求めたいっていう人は、チャージ系を入れずにクールダウンショット、バーストボーストリング、マルチショットの連鎖反応か、長弾、どっちかですね。を入れると、火力が増しますのでいいと思います。で、この矢筒を使う弓ですけども、ピンクスコーンドレルか、冬の指先、バブルバースター、あと、バーストゲイル棒、そこら辺が向いてますね。それでは続いてソウルビルド用に行きましょう。ソウルビルド用の弓はクールダウンショット、バーストボーストリング、球根の流れ込む魂、この4つが、間違いないと思います。でもうちょっと動きを良くしたいならば流れ込む魂を武器につけて、でそこに、チャージ系ですね、アーティファクトチャージやロールチャージをつけると、まあ動きは良くなると思います。でも火力が若干減るかもしれませんね。でソウルビルド用の弓は、夜の棒もしくは失われた魂の棒、その2つですね。失われた魂の棒がマルチショットが元々からついてるのでお得です。まあテンポセフトの夜の棒でも
結構、面白い動きができていいと思いますよ。それでは次はバブルビルドですね。バブルの理想エンチャントはリフレッシュ、クールダウンショット、バーストボーストリング、あとチャージ系ですね、ロールチャージかアーティファクトチャージです。他のやつにはまあ最悪アーティファクトチャージ、ロールチャージはつけなくても、うん、まあギリいいかなとは思うんですけど、バブルビルドにはチャージ系絶対入れた方がいいです。やっぱりね、バブル系で、詰まっちゃうとやられることが多いのよね。なので快適に毎回ぴょん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 できるチャージ系は絶対に入れていった方がいいと思います。そして263で使った方が間違いないですね。はい、ということで今日はコメントありがとうございます。弓の理想エンチャントやってみました。あと武器とね、防具の理想エンチャントの動画も出してます。そっちもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。